しミルキーミルキーで、ミルキーをこれ中見てもらうと赤いミルキーが1つ3つで3枚も食べて5人の方に食べてもらうとよろしいですか。食べちゃうとこちら今肉に満ちてしまうじゃあ、じゃあこちらここまで5人で、はい、じゃあどうぞ、はい、そしたらミルキーを見たことが立てますんで見ないで1つ取って取ったらここを隣の人に回す。僕も後ろ向いてますんでその間にミルキーを取ったらこちらの方に渡す。次は色は見せないですけど人の個性見てくれる全部渡したら体つくだけ。大丈夫ですか。はい、で見えないようにこう持ってください。そしたら前にこう出してください。はい、こっちから見えないです振り返っても。はい、そしたら、こっちの方見てやってください。マジか。はいはいはい、いただきました。水も出して混ざってるぞ。音と当てる。じゃあ分かんないやつ自分の色は見ました。はい、見ました。そしたらこれから赤色が一つだけありますのでそれを当てていきますので、まず黄色を外していきます。黄色ですね。ビールありますね。はい、ビールありますね。これビールついてあげてくれる？え、自分でできるんですか？できます。あ、じゃあ。おそらく黄色を持ってるんです。黄色です。開けてみます。頑張って。頑張らない。残り3人です。3人になるとだんだん分からなくなってくるんで、一人一人質問していいですか？いいえで答えてください。そう。赤い玉を持ってますかって聞きますんで、いいえで答えてください。赤い玉を持ってますか？赤い玉を持ってますか？赤い玉を持ってますか？黄色ですね。なんで？で、これで2人です。どっちかが持ってます。そしたらです。こっち見てください。こっち見てください。はい。はい。そしたら、自分の頭の中でそのキャンディーの色を想像してください。強く強く強く。はい。なんかあれだな。お見合いみたいなのやったら。黄色ですね。ってことは赤を持ってますよね。それは間違いなく持ってますよね。そしたらもう一回僕後ろを振り向きますので、どちらかの手に持っていますで、分かんないように両手分からないようにして前に片方ぐらいに出してくるでいいですか。どれがいいですか。いいですか。はい、分かんないですか。どっから見てるの。はい、はい、手は絶対動かさないで。メンタリスト。頭の中だけで。頭の中だけで。持ってる方の手を上に上げて。3、2、1、マジで。よし、行け。どう